とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日、デイリー、ここが出てます。ネザー要塞、だね。確か、ボスもいた気がするんだよね。どうだったろうか。まあ、ここは、魂が5倍になるやつなので、最初、普通のカバンビルドで行って、あと、きつくなったら、影カバンに変えてから、行きたいと思います。ここ楽勝でしょう。あれ？おかしいな。キャプテンがいない。キャプテンがいないぞ。いや、さっきもね、デイリークエストやったんだけど、キャプテンゼロだったのよね。今回ももしや。本当にね、全部見て回ってんだけど、いない。あ、いた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 。いたいた。言ってるそばからいたわ。よし。なんだ？嘘！いきなりのナイトモード？いきなり厳しく来るね。あ、やった。ピグリンの誇り。ゲット。いきなりナイトモードかよ。ちょっと勘弁してほしいな。まあまあまあ。まだね、他には、マイナス点は別にないんで、まあ大丈夫かな。こっから、敵の HP が増えたり、こっちのダメージが減ったりとか、あとは敵の攻撃力が増える。それが、どれぐらいのパーセンテージで来るか。だね。この 200% 近くできたら、終わったかな。でも 50% ぐらいだったら、まあまあ、なんとかなる、レベルでしょう。いた、最後。もうほんと、あとあとは、影カバンでいけばね、なんとでもなるんで、お、機械化ソーブレード。なんか、コメントであったよね、確か。機械化ソーブレードが、出ないので欲しいっていうのが。機械化ソーブレードはなんか、かなり俺、出る、装備だと思うんだけどな。人によってやっぱ違うんだろうね。これ古代狩りで、イノシシがめちゃくちゃ出るから、止まらない牙か。なので、結構、機械化ソーブレードはね、出やすいんだよね。ていうか、もう一体しかいないの？マジか。うわっと、きついぞ。でもまあ、デスバーター一回入ってるから、まあ、大丈夫じゃ大丈夫かな。キャプテン発見。2体目。なんだ？変なの来るなよ。脅威が増えて。なんだ？え、なんか変わった。あ、モブの速度 50% アップ。オッケー。速度が上がるのは全然オッケー。ラッキーやね。他にもまだいるはずだ。お、キャプテンいた！わー、危ない！ラグった、ラグった。はたはたはた。いた。なんだ？え？なんか変わったぞ。あ、遠隔モブが略奪者に変わる。まあ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 、いいでしょう。4体目発見。どこだ？あ、いたいた。おお、まだいる、まだいる。よし。4つ目はなんだ？脅威増加、オッケー。で、次だ。あ、いった。倒して。倒して、雷ゼロ、オッケー。脅威2、オッケー。いいよ、いいよ、いいよ。じゃあ、あと1個。あと1個だね。どこにいる？お、いた！最後の、いた、いた。最後のキャプテン発見。さあ、お前は、何なんだい？よっしゃ、取るぞ。脅威3、オッケー。いいね。あとはクリアするだけ。いい感じ、いい感じ。特にきついエンチャントもついてないんで、あとはクリアするだけだ。え、ここで、あ、終わりだ。ここで最後強制戦闘。え、ボスだったっけ？ここで終わり。うわぁ、うん、これで終わりのはず。
まあ、特に問題なしでいけるか。若干炎が吹き出してくるだけで特に問題なさそう。うん、ここにもうとんでもないエンチャがついてたらもうやばいけどね。でも特に敵の HP とかも増えてもないしダメージも増えてないので余裕だ。クリア、いいねー。ああ、もうよし。じゃあ最後はあれを装備してから、あ、待ってちょっと待ってもうちょっと待ってよ。いらないものはもう撃ってから防具で幸運を装備してクリアです。よし、もう完全攻略、旗6個ゲットのクリアだからね。ここは防具が、強化メイルしか出てきません。ということは、あれだね、強固だね。強固なアーマーの262が出る可能性がある。あれだったら、かなり硬いので、いいよね。うん。クールダウン1、雷フォーカス、デスバーターついてれば、最高、来い!あ、違う、ここじゃない。この次。次だよ。防具頼む!強固なアーマー!来た!いやー、狙い通り。強固なアーマー261!まあ。今俺のね、ヤギが、260なのよ、確か、防具がね。260。うん。さあ、ちょっと、見てみちゃおうか。まず、ビースティンガーは、いらないね。いらない。強固だよ。来い!よくない!よろしくない!エンチャントがもう全然ダメ。話にならないね。やっぱり、いいやつはなかなか出ないね。パワーだけは最高のやつが出たんだけどね。はい。これ262は、285万ぐらいか ?HP。そんぐらいなんだろうね。はい。ということで、惜しかったです。またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。